アマゾンってみんな見えてないけど、世界中に飛行機、もうフェデックス並みに飛ばしてるわけですよ。飛行機をアマゾンジェットみたいなので、船とかもバンバン走ってるし、もう国内の地上での物流網とかもなんかウーバーみたいな感じでパートタイムのドライバーに運ばせるとか、そんなところもやってるし、工場っていうかフィルフィルメントセンターって倉庫も世界中にできてるし、でもなんといってもその技術、支える技術力だよね。 もちろんそういう物理的なロボット、キバっていう会社何年か前に買収して、工場のロボットは全部キバが走り回ってるし、僕は工場を見に行ったことない、工場というか倉庫は見に行ったことないんだけど、ものすごいことになってるらしいし、ピッキングだけは人間がやってるんだ、人間の方が人件費が安いからピッキングだけど、その AWS がすごいわけですよ。 Amazon Web Services AI って画像認識やるやつからデータベースもいろんな種類あるし、Amazon Go とかもやってるわけじゃないですか。もう世界中の AI でも検索でも画像認識もう何でも世界最高峰、そのウェブサービスっていうかクラウドサービスでもマイクロソフトとかと争うレベルになってるわけだし、彼ら利益出さなくても株価が下がらないから。あとね、そういう技術力の勝負もそうなんだけど、 Amazon のすごいところは資金繰りなんだよね。 Amazon ってキャッシュローがポジティブっていうかプラスなんですよ。赤字じゃないんだけど、ほんのちょっと黒字でもキャッシュローがすごいわけで、どういうことやってるかっていうと、 Amazon の倉庫に物を置いてる出版の卸だったりとかいろいろあるじゃないですか。そこへの支払いは多分2ヶ月後とかそんな感じになってて、でも入金はもっと早く来るみたいな。だから1ヶ月分ぐらいの売上分のキャッシュローが毎月生まれてるんですよね。だから兆円単位のキャッシュフローが生まれてるので、これはね、これを自由自在に使えるからもう無敵だろ。アマゾンはすごいよね。だから本気で日本のアパレルやんぞって言ったら秒だよね、ZOZO単体だと。だから逆にまだそこまで行ってないってことだよね。だからそこが、ああなんか長い道のりだなと思っちゃったんじゃないの、これもう、うわーっていう